分布定数線路と回路の行列表現について説明します。まずは電流の速度について考えてみます。この図のように豆電球に導線をつないで、そこに乾電池をつないだとします。すると、大抵の場合はこれは電気の伝わるスピードは非常に速いので、一瞬で豆電球がつくように感じると思います。ただこの導線の長さ L が非常に長かったらどうなるでしょうか。例えば、地球7周半ぐらいの距離だったとします。もちろん抵抗がありますが、それを無視したとすると、一瞬ではつかなくて、結局電圧、電流も光の速度を超えることはできません。ということで、1秒後に、つくことになります。光速は 3×10 の8乗、メーターパーセカンドですので、地球7周半です、1秒間に。これは、電圧電流という概念は電磁波の近似的な概念なので、実はこれ、電磁波がこの線路を伝わっていく、それで結果として電圧電流が発生しているように、考えてもいいということになるからです。結局、電圧電流の速度、電気の速度というのも、電磁波の速度と同じになります。次に交流を考えてみます。下の図のように、このように2つの導線があります。そして左の端に交流電源をつないだと仮定してみます。すると、導線には、金属でできていますけど、その自由電子がこのように運動します。この上の赤い波はその変位、右方向を正に、左方向を負に変えています。で、ここに何か負荷をつなげるわけですけども、このように交流の周波数による波長よりも長い線路の場合には、線路の中で電流がこのように波打っています。ですから、あるところでは右に流れるんですが、あるところでは左に流れるという現象が起きています。別の言い方をすると、金属の導線でできているんですが、その上で、これ今電流を書いていますが、電圧も同じように波打っています。金属の導線ですが、電圧はどこでも同じ値にはなっていないということになります。この考え方が電気回路で習う、この配線ですね。配線の上では電圧一定と習いますけれども、実際には長さを考えると、波長と長さとの関係を考えると、このように同じ導線の上でも電圧は一定ではありません。例えば例として 3GHz の周波数を考えます。これはだいたい無線 LAN が 2.5GHz、電子レンジが 2.5GHz なので、それぐらいの電波の周波数になります。その周波数の波長はというと、ラムダイコール F 分の C で 0.1 メートルとなります。0.1メートルは10センチですので、波長が10センチ、すなわちここからここまでが10センチということになります。つまり10センチの中でも電圧はこんなにも変化しているということになります。すると、電子回路を作るときに、10センチ規模の大きさの電子回路を作るとすると、こことここ同じ電圧でないので、つまりこの長さを考慮して作らないとならないわけです。それがこれから説明する分布定数線路の考え方になります。このように電圧電流というのは光の速度を超えることはできず、無限の速さで伝わることはできません。先ほど説明したように、波長よりもかなり長い、または波長程度の長さの線路になってきますと、その中では電圧電流というのは一定ではなく、波打っています。それをあえて集中定数、つまり集中定数というのは今までの電子回路の考え方です。このような配線の上では電圧電流は一定であるというふうに考える記法です。それで表現する等価回路として、このように表現することができますが、これを考案したのがヘビサイドになります。1880年代にヘビサイドが構築したモデルで、
1864年にマクセルが電磁波に関する方程式を導出しているので、その類似性から導出したと思われます。電磁波では、この L が μ に対応して空間の μ ですね、等値率。で、この C が空間の非有電率、真空の非有電率。そして G が空間のシグマに対応し、V、電圧 V が電解 E に対応し、電流 I が磁界 H に対応する、そのような形をしています。分布定数線路について説明します。分布という言葉は、空間にこの R、L、G、C が分布していると考えるからです。この等価回路は、線路をこの集中定数 RLGC で描いたものですが、この線路はここは Z で、ここは Z プラスデルタ Z、つまり長さがデルタ Z の線路を意味していることになります。その中にこの RLGC が、まあ、R デルタ Z、L デルタ Z、G デルタ Z、C デルタ Z、この量を含まれているというふうに考えます。このデルタ Z が大きいと、ですからこの値も大きくなります。ただ今このデルタ Z として小さな値を考えます。そうすると、これから微分方程式を作っていくわけですけども、回路方程式はどのように書けるかと言いますと、ここの VZ です。VZ に関しては、キルヒホフの電圧則から方程式を立てます。つまり、この図では、この線は電位一定、電流一定になりますから、ここ V なので、VZ プラスデルタ Z なので、ここも同じ値です。で、あと、ここの電圧を足せばいいわけですね。これになるわけです。ここも電圧一定ですから。で、これと、だからこれを足せばいい。あと、ここの電圧効果分です。だから、R デルタ Z プラス J オメガ L デルタ Z かける i、これが、ここでの電圧効果分、これを足してこれが等しいという方程式が出てきます。次に、下の電流 i に関する方程式、キルヒョフの電流則から導いていますが、これはちょうどここの部分の設定について考えています。そうすると、これ i が流れてきているので、ここに i が入り込んでいます。そして、ここの接点の部分、まとめて考えちゃうと、ここ接点で、そこから、i、z プラスデルタ z、これが出ていっています。ですから、入る方をプラス、出る方をマイナスにしています。で、ここに、v、z プラスデルタ z の電圧がかかっていますから、電流としては、これ両方に流れる電流の総和が、このようになっています。G はコンダクタンスで書いていますので、これ合成のコンダクタンスは、その並列なので、その和になります。で、V、かける、そこにかかっている電圧。で、これは、こっち向きですね。上向きに電圧かかっていますので、下向きの方が正となるように、結果が出てきますので、で、それはこの接点に対して出る方向なので、マイナスになっています。あとは、これ差分方程式を作って微分方程式に変形していきます。ですから、これは、これを左に移行して、で、全体を、デルタ Z で割っているわけですね。ここにもデルタ Z、デルタ Z があるので、これがですから消えて、これになっています。で、下の方程式に関してはもう差の形をしていますが、マイナスで大きい方から小さい方の値を引いて、大きい方の座標から小さい方の値の座標を引いて、デルタ Z で割っています。で、これは全部右辺の方に移行してますね。それでこうなっています。で、デルタ Z、デルタ Z あるからこれが消えて、こうなっています。あとは極限を取ります。デルタ Z を、0にした時の極限を取ると、この表現は、このような微分の表現に書き換えられるわけです。右辺の、ここは単に0になるだけですね。ということで V となって、このような連立の微分方程式が出来上がります。 V と i に関する連立の微分方程式が出来上がって、これは電信方程式
と呼ばれています。では今作った電子方程式を変形して波動が導かれることを計算してみます。こちらが電子方程式です。で、文字が複雑なので、この R プラス J オメガ L を Z と G プラス J オメガ C を Y と置いてしまいます。ところで、この形ですけど、ちょうど1次元のマクセルの方程式、電解は X 成分しかなくて、磁界は Y 成分しかない、そして進行方向が Z であるという方程式を書くとこのようになっていますが、ちょうどこれと同じ形をしていることがわかると思います。ちょうど EX に対応して V が、HY に対応して I が、そして、Z に対して、J オメガミュー、Y に対して J オメガエプシロンがある、そのような形をしています。そういうことは、もうやるべきことは、マクセルの方程式を解いたときと同じことをすればいいわけです。まあ、どちらから習うかは場合によりますが、マクセルの方程式を1回解いたことある人は、これから波動が出てくるのはすぐわかります。例えばこれは V と I の2つの変数の連立微分方程式になっていますけれども、これを V だけの式に直してみます。マクセルの方程式でいうと波動方程式を作るというステップですね。つまり、この2つの連立方程式から I を消去します。ということはどのようにすればいいかというと、まず、これをここで消去しちゃいたいので、上をもう1回微分します。Z で両辺微分します。そうすると、この上の式がこのようになります。そして、ここに DIDZ があります。それを2つ目のこの YV ですね。これで置き換えてみます。そうすると、ZYV になるので、それを、これを今度こっちに移行しているわけですね。あと、ここにマイナスがありますので、それを考慮して、この式がこのようになります。さて、この方程式を、V について解く。まあ、上微分方程式ですね。なので、数学で習っていると思いますが、このように解けばいいわけです。もう解は分かっていて、イコール0の政治方程式の解ですから、何らかのラムダを仮定して、V イコール E のラムダ Z 乗と、置きます。で、このラムダを求めていくわけですね。ですから、この表現をここに代入すると、ラムダ2乗、まあ、かけるこれがありますが、こっちでも消えるので、かける、ここの V がラムダ、E のラムダ Z 乗になりますよね。それで消えて、この方程式が出てきます。ということで、ラムダイコールプラスマイナス、ルート ZY になります。ラムダって波長と紛らわしいですが、ここでは単なる定数です。ということで、ラムダとして、この2つの、値、入れて、その線形結合ですね。このようなものが一般解になります。この政治方程式の一般解になります。で、ここで、ルート ZY というのをガンマと置いておきます。まあ、意味的にはこれが電搬定数ということになります。で、マイナスの符号の方がプラス Z 方向に進む波、プラスの符号の方がマイナス Z 方向に進む波になります。一応、このガンマの値、もう少し詳しく書いておきますと、こういうふうになります。で、もし無損失ならば、損失がなくない場合には、この R と G が、0ですので、その時は、こういうふうになります。ちょうど、平面波の、波数 J オメガルートイプシロンミューと一致していますよね。で、次に I を求めます。今このように V が求まったわけなので、今度は I を求めるわけですけど、それはもう簡単で、この2つから I を消去して V を出したわけですけど、今度ここに I の表現そのままあるので、 I イコールマイナス Z 分の1かける DVDZ。 これで今 V が求まっているから、この表現をここに代入してやればいいわけです。そうすると、 Z で1回、微分しますので、ここはマイナスガンマがかかってきますね。で、かける、これで。で、今度こっちの方はプラスガンマが出てきます。で、
まあ、共通項でこうくくりますと、こういうふうになります。そして、このガンマですが、ここで書いたように、ガンマイコールルート、ZY ですから、それをもう一回代入すると、このようになります。で、A、B は何だったかって言いますと、電圧はですが、これ波になっていることがわかるわけですよね。プラス方向に進む波とマイナス方向に進む波の和になっています。で、A と B はその、係数ですね。振幅になります。で、A と B の振幅がそのまま出てきていて、それに対してどれぐらい、変化するかですね、振幅が。つまり、これを、特性インピーダンスと言います。これ分の1ですね。特性インピーダンスとしては V と I の比として、 V イコール Z0I と書けるようにするわけですから、ちょうどこれの逆数で、ルート Y 分の Z、 これが特性インピーダンス、電流と電圧と電流の振幅の、比ということになります。このように線路の RLGC によって特性インピーダンスが決まってくるわけです。このように電圧というのはプラス方向に進む波とマイナス方向に進む波の和で表現できることが分かりました。そして電流は、それらに対して特性インピーダンス倍違っている、振幅が違っているということが出てきました。ここにマイナスがついていますが、このマイナス方向に進む波に関しては、電流がちょうどマイナス方向に進むときに左を向いている、つまり負の方向を向いているからということになります。1次元の電磁波の平面波の場合でいうと、右ネジの法則を満たすように電磁波は進みますが、その右ネジの時の磁界の向きが逆になるということを、このマイナスは意味しています。ところで今こういうふうに分けましたけども、これ、V と I の比として、I 分の、V が Z0 になっていればいいので、この振幅に対してこのように、こっちをルート Z0 にして、I の方の係数をルート Z0 分の1にしても構いません。今このような表現を導いてみると、V と I、これを未知数とするよりも、この A と B を未知数とする方が、まあ、波の進行方向で分離するときには自然に思えるのがわかるかと思います。実際そのように表現する方法があって、後で出てくる S パラメーター、三段行列というのは、そのように表現した方法になります。つまり電圧電流というふうに個別に分けるのではなくて、線路が決まれば電圧電流はそのインピーダンス、特性インピーダンスの比で決まっていますので、プラス方向に進む波とマイナス方向に進む波、その振幅で分離することになります。その、まあ、この V と I が、比で決まっています。つまり、線路の形が決まれば、その比が決まります。まあ、そのように、一塊にして考える方法を、モードと言います。まあ、それを線路のモードというふうに呼ぶわけです。すなわち、線路の断面形状が決まれば、この特性インピーダンスですとか、断面内での電磁界分布というのが決まってきて、それらは厳密には電磁界解析で解析することになります。先ほど電圧 V の表現で、E のマイナスガンマ Z 乗、これがプラス Z 方向に進む波であるということを説明しましたけど、それがなぜかということについて説明します。まあ、その前に、一つ減衰定数と位相定数について説明しておきます。これ、ガンマは先ほどルート、ZY と出てきましたけども、あえて複素数で実部共分に分けて書くと、このようにアルファプラス J ベータになります。で、アルファはプラス Z 方向に進むと、減衰する、指数関数的に減衰することを表すので減衰定数と言います。で、ベータは、制限波的に振動することを表すので位相定数と言います。制限波的に振動する時間変化を、時間調和振動、タイムハーモニックと言いますけれども、その関係については、
こちらの URL に説明を記載していますので、そちらをご参照ください。結果だけ言いますと、このような V で、複素数表現として V で表される波ですね。それを、これフェーザー表示と言いますけれども、その本当の時間波形を求めるには、エクスポーネンシャルの J オメガ T をかけて、で、実部を取るという操作を行います。定義によってはサインを基準にしたければ、虚部を取ります。で、こうするとどうなるかと言いますと、V としては今、こうであったとしますと、オイラーの公式を使って式変形するとこのようになります。E のマイナスアルファ Z 乗は実数なのでこのまま出てきて、この J ベータとオメガ T の項ですね。これは、オイラーの公式で、このようにコサインの項が取り出されてきます。実部を取り出しているので。そして、この関数の形、これが波動になっているというわけですが、どうしてかと言いますと、このように時間と、位置座標 z の関数になっている場合、このように変形することができます。これは関数の形はいいとして、この引数の部分だけですね。ここだけ着目してみてみると、z に関する項だけ取り出して、これベータでくくり出してる感じですね。そうすると、こっちの方をベータで割って、マイナスベータでくくり出してると考えてください。そうすると、この関数の形というのはこういう形をしています。F は何らかのコサインを含む形ですね。という形をしています。で、この時に、これが波動関数というわけです。これ z マイナス、VT、ここが速度になっているわけですね。VT という形をしています。なぜかと言いますと、これですね。fx-ct プラスマイナス ct という形の関数。これで x-ct の関数のことを考えてみます。もし t が0だったら fx というのはこういう形をしていたとします。で、その時に t だけ時間経つとどうなるかというと、x-ct の方は、fx という関数を ct だけ、プラス x 側にずらした形をしているのがわかるかと思います。つまりこれ、時間がどんどん増えていくと右にずれていくわけですね。ということで、波動の形をしているわけです。そしてこれ1秒ずれると c だけ右にずれていくので、この c の部分が速度になっています。つまり結局、この関数の形で言うと、ベータ分のオメガ、これが速度になるというわけです。で、ここでいう速度 v はベータ分のオメガで、もし無損失だったら、先ほど出てきましたけども、ベータイコールオメガルート LC となりますので、速度は、ルート LC 分の1となります。これ電磁波の場合にはルートミュイプシロン分の1だったので、それと対応しているのがわかるかと思います。そして、周波数との関係でいうと、速度 v っていうのは v イコールラムダ f の関係があります。で、この f は、2π 分のオメガですね、各速度、考えて書くと。という形を、しています。ということで、この表現と、これを対応させてみてみますと、ベータというのはラムダ分の 2π になっています。またこれ一般に数学では、これが波動方程式であるというのを習うかと思います。これの一般的な解として、ダランベルの解として知られていますが、こういう形で、波動の、関数の形が出てくるわけです。次に、負荷を接続した分布定数線路の入力インピーダンスですね。ここからこちらを見込んだ入力インピーダンスの計算をしていきます。ここの線路の部分に生じる電圧電流は一般的にこのように書いておきます。今 A と B は未知数でまだ決まっていませんが、ここらの端子条件によって決定していきます。で、ここは z イコール0で、ここは z イコールマイナス L ですね。長さ L の線路ですから。ですから、マイナス方向に線路を伸ばしていって、ここで見ているとします。で、まず z イコール0、ここの場所での電圧と電流について考えていきます。
この表現において z イコール0を入れればいいわけなので、v0i0、この引数の値は z の座標の値ですね。このようになります。で、ここで、zl のインピーダンスが接続されているとしますので、i0 分の v0 が zl になってないといけないわけです。で、その i0 分の v0 の値はこれを、使って書きますと、このようになります。A と B という2つの文字がありますが、そのうち1つを消去することができます。ということで、B イコールという形に書き直しておくとこうなります。で、今度一方、ここから右を見たインピーダンス、これ入力インピーダンスですね、求めたいもの。これを計算してみます。ですから、ここの z にマイナス l を入れた値がこうなります。で、そしてさっき b イコールなんとか a と書きましたので、この b を a で表現してしまいます。そうすると、このようになるわけです。うまい具合に今度は a も消えてしまいます。ということで、このようになって、あとは分母分子にこの値ですね、これをかけてもう少し簡単化していきます。そして、これ先ほどの表現ですが、さらに、分母も分子も zl と z0 に対してくくり代して整理していきます。そしてこういう部分ですが、これはここの部分がハイパブリックコサインの形で書けます。で、ここもそうですね。で、ここがハイパブリックサインの形で書けています。ということで、分母分子を今度ハイパボリックコサインで割ってやりますと、ハイパボリックタンジェント、これでこのように表現できるわけです。つまりこれで入力インピーダンスが求まりました。で、ここでもし、無損失だった場合、つまり電波定数ガンマは α がなくて実部がなくて、虚部だけ jβ という形をしているときには、この公式ですね。ハイパボリックタンジェントの JX、X は実数で、とすると、こういう公式がありますので、このように式変形することができます。この式で見ていただきたいのは、L が変化すると、つまり線路の長さがある程度長いと、入力インピーダンスというのは変わって見えるわけですね。これがどんどん、いろんな値を取って、いるということがわかるわけです。で、もし L が非常に短いと、正確に言うなら βL が小さいとですね、β はラムダ分の 2π なので、波長に比べて線路の長さ L が小さいとということになります。その時はタンジェントが0と近似することができますので、そうするとその値何になっているかというと、ここ0、ここ0で、分母分子に z0 があるので、zl が残ります。つまり入力インピーダンスはほぼ zl に見える。終端につながっているインピーダンスそのものに見えるということですね。それが、線路の長さが波長に対して短い、集中上数回路の場合の結果になります。これが先ほどの入力インピーダンスの結果で、今、集端が短絡している場合を考えてみます。で、その時にはこの zl が0ですね。そうしますと、入力インピーダンス z インというのは、こことここ消えて、JZ0 タンジェント βL、こういうふうになります。ここで、横軸が、ラムダ G 分の L、G というのはガイドウェーブレングスという意味ですね。つまり、これ β はラムダ G 分の 2π なので、そのラムダ G 分の L を、パラメータとして描いたグラフになります。タンジェントなので、それがちょうど4分の1になるとき、ここに、まだ 2π がありますが、2π かける4分の1で、ちょうど2分の π ですね。つまり、位相が90度になるときです。そのときに無限大になるように、このようなタンジェントのグラフを描きます。で、タンジェントなので周期的で、またこういうふうに、ちょうど、これが2分の1間隔ですね。だから波長で言うと、2分の1波長間隔で、同じ値を持ってくるということです。このように、ちょうどだから長さが非常に短いときは、この短絡そのものが見えているんですけど、
長さを長くしていくと、だんだん上の、正の値、距離が正の値になります。つまり、コイルのように見えるということですね。インイコール JX という形の、こっち、コイル、つまりインダクティブに見えるということです。これをだから誘導性と言います。それに対しても、4分の1波長より長くなると、今度は、負の値になりますので、まあ、J オメガ C 分の1のような、コンデンサーですね。キャパシタのように見えてくると。つまり、容量性を示すということになります。で、また、そこから4分の1波長を経つと、今度またコイルのように誘導性になっていく。で、それを繰り返しています。まあ、そのように、これ、単なる、導線なんですけども、波長に比べて長いと、このように回路的に性質が異なって見えてくるということです。まあ、これは普通は設計した時に予期しない値になったりするのですが、それをしっかり応用すると、まあ、逆に、線路を引っ張るだけでコイルが作れたり、キャパシタが作れたりということにもなるわけです。今度は集団を解放している時のことを考えてみます。つまり、ZL イコール、無限大の時ですね。ということで、この表現で ZL を無限大にすると、まあ、分母分子両方とも ZL で割っておくと、まあ、こっちの方は0になって消えて、ここも0になって消えて、まあ、ここは1で、ここも1になって、で、まあ、これ J が分母にあるからマイナス J になってきて、で、ここに ZL があるから、それ残って、で、タンジェントベータ L 分の1ですが、これが コタンジェントですね。ベータ L 分の1となるわけです。で、この値を書いてみますと、今度はこのようになります。長さが0の時にはインピーダンスは無限大なので、まあ、この解放そのものが見えているということですね。それに対して、まあ、この形はどういう形かというと、まあ、これにマイナスがついて、これ分の1になっているだけなので、まあ、こういう形になるのはわかるかと思います。コタンジェントですけど。ということで、まあ、だんだん、容量性を示していて、それがだんだん誘導性にまた変わっていくと。まあ、だからちょっとキャパシタのように見えるということですね。短い線、解放の線路というのは。まあ、直感的にもそんな感じがするのがわかるかと思います。次に Z 行列、インピーダンス行列について説明します。回路が複雑な場合には、2つの単出位があるときに、その中身の回路の具体的な表現は別として、もうブラックボックスとして、このように行列で表現することが非常に便利です。ということで、この両端の電圧、V1、V2を、この I1、I2 から求める表現ですね。これをインピーダンス行列と言います。後で分布定数線路の入力インピーダンスを求めたいので、今この Z 行列の入力インピーダンスを求めておきます。ですから、これから分布定数線路を Z 行列で表現して、入力インピーダンスを計算するというステップになるわけです。もうすでに計算してはいますが、もう一度この方法で確認してみます。このようにポートに、まあ、ポートというのは電力を入出力する場所ですね。ポート2の方に ZL をつないでおいたとします。で、その時に、これらの電圧電流が満たす条件はこうなります。まあ、ここは何か分かんないけど、ブラックボックスで与えられているものとして、こういう、インピーダンス行列で表現されます。そして、ここに ZL が、つながっていますので、V2 イコール、マイナス ZLI2 になります。ここでマイナスがついているのは、普通、i が z に下側に流れたら上側に電圧が発生するという定義ですので、ここでは電流 i2 が上に流れているので、まあ、マイナスにしているわけです。で、この行列表現をそのまま展開して書きますと、このようになります。で、今度この第2式のこの v2 のところに、この v2 の条件を入れてみます。これを入れて、代入するとこうなります。そして I1 と I2 だけで書かれていますので、それを I2 について整理すると、
こうなりますね。I1 に I2 について整理するとこうなって、I2 を I1 で表現するとこのようになります。で、この I2 を、こちらの第一式の方の I2 に入れます。そうすると V1 イコールなんとか I1 という形で書けるわけです。他はもう一応、まあ、ブラックボックスの値ですけど、まあ、分かっていると仮定した Z の値しか入っていません。で、入力インピーダンスというのは、この I1 分の V1 なので、ちょうどここの部分で、入力インピーダンスが表現されるわけです。次に、T 型回路の Z 行列について計算してみます。このように Z1、Z2、Z3 がある T 型の形をした、T 型回路です。で、これは地道に計算していきますと、Z 行列というのはこのように表現できるわけです。まあ、なぜかと言いますと、導出がこの下の方に書かれています。まず、Z11 です。これをどういうふうに計算するかと言いますと、I2 を0にしておきます。まあ、これ展開したことを考えるわけですね。まあ、第一式、上の方のを展開した式しか使わないわけですけど、I2 を0にすると。そして、まあ、I1Z11 が出てきますが、なので、I2 を0にした状態において、I1 分の V1 をやればいいと。こういうことですね。I1 分の V1 で、ただし、I2 イコール0。で、I2 イコール0というのはどういうことかって言いますと、I2 はここに流れる電流です。つまり、ここを開放しておけばいいということですね。回路的には、この条件は。で、I1、まあ、なんか電流源でこう電流を流したとします。その時にここに発生する電圧を計算して、それを I1 で割ればいいということですね。まあ、そこまでしなくても、ここを開放した時の入力インピーダンスなので、Z1 と Z3 が直列につながっているということで、Z1 プラス Z3 です。で、同様に I1 にはどうなのかと言いますと、I1 を今度0にします。そして I2 で割るわけですね。こうなります。ということで、I2 を流すっていうのは、ここにまあ、I2 の電流源をつなぐことに相当します。そうすると I2 という電流はこう来て、ここ開放だから流れなくて、全部こっちに流れます。ということで、ここにこっち向きに発生する電圧というのは、I2Z3 になります。つまり、この V1 が、ここ電流全然流れないから導電位です。ということで、ここの電圧が、V1 が I2Z3 になるので、それを I2 で割るので、Z3。ということになります。これも同様ですね。ちょっと反転しただけです。で、今度、こっちの Z22 の方も今度は I1 を0。ここを開放にして、ここの入力インピーダンスということで、Z2 プラス Z3 となります。というふうにして、このようなインピーダンス行列が求まるわけです。さて、いよいよ、この長さ L の分布定数線路の Z 行列を求めてみます。まず一般的に、ここの、電圧電流というのは、まあ、どんな電圧電流、前進波、後進波があるか分かりませんので、A と B で一般的に書いておきます。で、まあ、絶対的な軸としては、Z 軸を、進行方向にとって、右の端を Z イコール0、左の端を Z イコールマイナス L にしておきます。つまり長さ L です。で、まず、左の端、z イコールマイナス l での v と i の値を書いてみます。つまり、これがさっきの z 行列という v1i1 に相当するものになります。で、これは、こういうふうになりますね。まあ、この v と i の表現の z のところにマイナス l を代入すればいいということで、結果として、このように書けます。で、一応これを行列表現しておきます。すいません。その前に、今度、右の端ですね。さっきの Z 行列で言うと、V に I2 に相当するものを求めます。今度は、Z の値に0を入れたものですね。になりますが、注意が必要なのはここです。I2 というのは、Z 行列ではこれ、入る方向を正と定義していましたので、まあ、ただ、この電流 I というのは右に行く方を正と定義していますので、ここにマイナスがついています。まあ、それによって、まあ、この Z に0を入れて、まあ、電流に関してはこれマイナスつけておいて、このようになります。
で、あとはこの V1I1、V2I2、この表現を、行列表現してみます。まあ、V2I2 というのは、V1I2 は V1 と I2 ですね。これ A と B の未知数がまだ入っていますが、このように書くことができます。行列表現として、こういうふうに書くことができます。まあ、求め方いろいろありますが、ここでは行列の知識があると非常にすっきりいくので、私はこの、動質が好きなので、この動質を紹介しています。で、I1、I2 も同様に、これとこれです。A と B がまだ定まっていないですが、それを、行列を使って表現すると、このようになります。そして、V イコール ZI という形にするために、先ほどの2番目の式ですね。まあ、左から逆行列かけて AB を求めて、それを第一式に代入して、消去すると、このような形に書けます。で、ここの部分は、ですから Z 行列ということになるわけです。あとは普通の行列計算なので省略しますが、これを真面目に計算すると、こういう表現が得られるわけです。これが長さ L の分布定数線路の Z 行列になります。で、もし、電搬定数の実部、つまり減衰がない線路、無損失の線路だった場合には、ガンマイコール J ベータとなって、これのコタンハイパボリックの項が、まあ、ハイパボリックでないコサインサインので表される。まあ、これ公式ですね。で、ガンマがベータに変わる。このような表現が得られるわけです。Z 行列と同じように Y 行列というものもあります。Z 行列ではこの V1、V2 イコール何とか i で表しましたが、今度は I1、I2 イコール YV で表すものです。これをアトミッタンス行列、または Y 行列と言います。計算は簡単で、単にこれ Z のインバースになっています。ということで、Y 行列は Z 行列が分かっていれば、そのインバース、逆行列で求めることができます。逆に Y 行列が分かっていると、Z 行列は Y のインバースで計算することができます。今度は、π 型回路というものを考えてみます。このように、アドミッタンス Y1、Y2、Y3 が、このように π 型の形をして、いるものです。この Y 行列を求めてみます。こちらに関しては Z 行列よりも Y 行列の方が求めるのが簡単です。で、結果としては Y 行列はこの Y1、Y2、Y3 を使ってこのように表現されるわけです。で、求め方はさっきの Z 行列の場合と同じです。例えば Y11 を求めたかったら、これ展開したことを考えると、まあ、V2 を0にすればいいわけですね。それで、ここに V1 がかかってくるので、V1 分の I1、ただし V2 イコール0。こういう条件で、計算すればいいと。で、V2 イコール0というのはどういうことかというと、ここの電圧が0、つまりここをショートしたということですね。短絡した場合です。で、その時のこの値を求めると。で、V を、ですから V1 を与えた時に、ここに流れる電流 I を求めなさいということですね。ちょうど Y1 と Y3 が、まあ、ここ短絡されてて、これが見えなくなってますから、Y1 と Y3 が並列につながっている形になります。で、並列接続のアドミッタンスですから、Y1 たす Y3 ということになります。で、今度 Y12 を求めてみます。これもさっきの Z 行列の場合と同様に、今度は V1 を0にします。で、そうすると、まあ、Y11 の方が消えますから、Y12、V2。となって、その状態で V2 分の I1 をやればいいということですね。で、これはどういうことかというと、V1 イコール0なので、ここを短絡するわけです。ここを短絡しておいて、で、今度、V2 を与える。ここに電圧 V2 をかけると。そして、ここに流れる電流を求めるわけですね。そうするとどうなるかというと、上に向かって V2 をかけると、電流がこっちに向かって流れて、で、ここ短絡ですから、これが
これと短絡の並列だから全部こっちを電流流れて、こちら側に行きます。つまり、Y3V2 の電流がこっちに流れるわけですね。ところで、電流の定義は、Y 行列でも入る方を正と定義していますが、から、それが逆側に流れているので、ここはマイナスがついています。つまり IC としては、反対方向に流れているわけですね。あとは同様に、2行目も同じようにして、今度見方を変えるだけですね。ここはマイナス Y3 で、ここは Y2 足す Y3 になります。で、このように一般に Z 行列、Y 行列では全部パッシブな素子でできている場合には必ず対象行列になります。 YIJ イコール YJI という関係になっています。もう一つよく使われる行列が F 行列、従属行列、ファンダメンタルマトリックスと呼ばれる表現方法です。これは端子1側の電圧電流をペアにしています。で、端子2側の電圧電流もペアにしていますが、後でこれを多段に接続することを考えて、この電流とこの電流の向きを合わせたいので、あえてこの向きにさっきの Z 行列、Y 行列のような向きで定義していたとすると、そうではなくてこっち側の電流は右向きに定義しています。ですからここではあえてマイナスをつけてこのように書いています。このように表現した場合の、ここの ABCD、これが、F 行列となります。ですから、これは多段に何かを接続するときの、多段接続された特性は何ですかっていうときに、ちょうど間の特性がこのそれらの行列の掛け算になるわけですね。ということで、非常にそういうときの解析に便利です。さっきは Z 行列で入力インピーダンスを計算しましたが、今回は F 行列、これを使って入力インピーダンスを計算しておきましょう。今度は非常に簡単になります。Z 行列でここを表現しているので、この V と I の関係はこのようになります。で、あとここに ZL を集端しているので、さっきと同じように V2 イコール、I がこっち向いているから、本当はこっちでプラスなので逆で、マイナス ZLI となっています。で、ここで、これをそのまま展開しています。展開するとこういうふうになります。で、ここで V2 イコールこれ、この終端条件ですね。負荷の終端条件を入れると、この V2 がマイナス ZLI2 で書けますので、こういうふうになって、I2 でちょうどくれる形をしています。で、Zin というのは I1 分の V1 ですから、これでちょうど左辺も右辺も、このように割り算してみると、うまい具合にここ I2 が消えてしまって、 ABCD 行列では入力インピーダンスというのはこのように簡単に計算することができます。ですから、入力インピーダンスを求めるときに、Z 行列から ABCD に直してこの式で計算してももちろん構いません。ということで、行列間の変換ができると非常に便利です。ここでは Z 行列を F 行列に変換する方法について説明します。これが Z 行列の定義です。その上の行列表現をそのまま展開して、このように書いています。で、F 行列に変換するためには、この文字の並びをこの並びに持っていけばいいだけです。ということで、これがこういう感じの並びになるように並べ替えているというのがここでの作業です。ということで、左側に V1I1 だけが来るように、右側には V2I2 だけが来るように並べ替えています。ということで、この I1 は左に持っていきます。で、これは、こっちに持ってって、これをこっちに持ってきますね。ということをしているのがこれです。ここの表現ではこれをこっちに持ってってますね。で、マイナス I2 を、で表現したいので、マイナス I2 であえて書き直しているわけです。
ということで、これを今度行列表現し直すと、左は V11 に対してこういう行列表現で書きます。右の方は V2I2 に対してこのような行列表現で書きます。あとはこの形に持っていくだけなので、左からこれの逆行列を書けるわけですね。で、こういうふうになります。ということで、これを地道に計算するとこういう表現が得られるわけです。いろいろな解法がありますが、未知数が多くなったりすると非常に頭混乱してきますので、私はこのように行列表現に直して解いていく方法が、個人的には好みです。今度は F 行列から Z 行列に変換する方法を、説明します。さっきと逆のことをやるだけです。これが F 行列の表現です。で、それを普通に展開するとこうなります。で、ところで Z 行列というのはこういうふうに定義されていますから、こういう形に持っていきたいと。ということで、左に V1、V2、右に I1、I2 を持ってくるように、これらの項を移項します。そうすると、こう左に V1、V2、右に I1、I2 が来ます。で、これを左、右、それぞれ行列表現するとこうなります。で、あとは、左からこれのインバースをかけてやれば、V1、V2 イコールなんとか I1、I2 になります。で、ここを計算してしまえば、このような表現になって、Z 行列が ABCD のパラメータから求まるわけです。で、これ F の絶対値というのは行列式ですね。この行列の行列式です。AD-BC のことです。今度は高周波特有の考え方で少し分かりにくいかもしれませんが、S 行列、三段行列、または S パラメータと呼ばれるものについて説明します。先ほど、電流、電圧の代わりに、全振波、高振波を使う方が高周波では分かりやすいと、説明しました。S パラメータではそのように全振波、高振波で、回路の特性を表現する方法です。このような、ポートに接続された線路というのは、ある断面構造を持っていて、電流と電圧は独立ではありません。特性インピーダンス倍の比で違っていただけでした。ということで、これらのパラメータの代わりに、全振波、高振波の振幅のパラメータで表現することも可能なわけです。まあ、その表現がこちらになっていますが、これで、この A と B の未知数、これを未知数として回路を表現します。一般的には、ポート1側、ポート2側には違う線路がありますので、特性インピーダンスは違っていても構いません。で、その時にどういうふうに表現するかって言いますと、S パラメーターでは、回路に入る波の振幅、まあ、電圧振幅か電流振幅かは、自由度がありますが、まあ、エネルギーとしての振幅ですね。まあ、次元としてはですから、電圧とか電流の次元になってます。これを入る方を A として、右側に持ってきます。で、その回路から出ていく方を B として、左側に持っていきます。そして、このように B イコール SA というふうに、出る波を入る波に対して S パラメータをかけて表現する方法になります。2ポートの S 行列では、特に反射係数、透過係数という名前があります。反射係数はポート1に対しては、ポート1に入射する波に対する反射波の比、このような比になります。その時、ポート2からは何も波を入れないとします。透過係数は、S21 は A2 を0にしておいて、ポート2の入射波を0にしておいて、1から1に A1 を入れた時に2に透過していく量、B2、この比になります。同様に、ポート2側の反射係数 S22 はポート1から何も入れず、ポート2から入れたのがどれぐらいポート2に跳ね返ってくるか。そして S12 は2から1に行くようになります。この A2 に対して B1 がどれぐらいかという量になります。線路と負荷、線路と線路の反射係数について計算してみます。このように
特性インピーダンス Z0 の線路の長さ L の Z0 の線路の終端に Z1 の集中乗数が相加されています。その時にここから見た反射係数を計算してみます。でここに、存在する電圧電流は一般的にこのように、進行波と反射波の和でかけます。そして反射係数 S11 の定義はこのようになります。ですから Z イコールマイナス L のここの単面での反射係数は、これ分のこれになります。そして、こちらのページの、ように、ここの、負荷の接続面で電圧と電流の関係から、関係を導いて、文字を消去すると、このように反射係数を計算することができます。つまり長さ L によって反射係数が変わります。しかし知りたいのは、もしこれ長さ L が0だったときはどうかということなので、L が0のときにはここに0を代入して、ここの単面での反射係数というのは、このように求めることができます。 Z1 プラス Z0 分の Z1 マイナス Z0 となっています。でもしこれは、終端がショート、つまり Z1 イコール0だったら、ここに0を入れてマイナス1となります。でもしオープンだったら Z1 イコール無限大だとしたら、分子 Z1 で割って極限を取って1となります。もし Z0 と Z1 が Z0 と同じだったら、その時整合が取れていると言いますが、反射係数は0になります。でまた、反射係数が分かっていて、自分の線路の特性インピーダンスが分かっている時には、その反射係数と、特性インピーダンスから、負荷のインピーダンスをこのように計算することができます。この式を Z1 について解いただけです。でもし、今こちらが集中乗数の負荷ではなくて、無限に長い特性インピーダンス Z1 の線路だ、特性インピーダンス Z1 の線路だった場合には、これも同じようにここからこちら側を見た入力インピーダンスは Z1 に見えますので、こちらと同じ議論が通用して反射係数はこのようになります。次に応用例として線路の整合を取る問題を考えます。4分の1波長整合器について説明します。このように特性インピーダンス Z1、長さ L の線路の先端に Z2 の集中乗数がつながっているとします。その時に、こちらの単面から見た入力インピーダンスは、過去の説明よりこのようになります。でここでもしこちら側にも線路があったとして、このような状況で、特性インピーダンスが Z0 だったとします。それでも、整合を取りたい時には、こちら側を見た入力インピーダンスが、こちらと同じ Z0 になれば整合が取れる、反射がなくなるということになります。その条件を書いたのが、こちらになります。これが Z0 になった時です。でここで、タンジェントベータ L というのがありますが、これは無限大にすることが可能です。すなわちそのようになったらどうなるかと言いますと、これが無限大ですと、分母分子をタンジェントベータ L で割って、それを無限大にした極限を取ると、これが0になって、 Z2 分の Z1 がここに出てきます。このようになるわけですね。で、それはどのような時かというと、タンジェントベータ L が無限大になる時です。つまりベータ L は2分の π、その整数倍でも、起こり得るわけですけど、一番短いのは2分の π ですね、になる時です。すなわち L は 2β 分の π となります。ベータは、ラムダ分の、2π です。ですので、長さ L としては、ここの長さ L ですね、4分の1波長、またはその整数倍ですね、にしておくと、この条件が、満たされて、整合が取れることになるというわけです。で、その時に Z1 の値は、これを Z1 について解きます。つまり、
まあ、4分の1波長であるということも必要ですが、この値が Z0 にならないといけないので、そのために Z1 は、ルート Z0、Z2、つまり、入り口側と、出力側の特性インピーダンスの、積の平方根になっている必要があるわけです。ですから、まあ、このような特性インピーダンスにして4分の1波長にしておくと、Z0 と Z2 が異なっていても、整合をとってくれる、まあ、整合器として動作するわけです。次に S 行列と Z 行列の関係について説明します。S 行列は今説明したように、こういうふうになっています。そして V と I がこの A と B を使って表現されるわけです。つまりさっきのこの関係そのものが VI と AB との関係を直接表しています。ですからポート I での V を求めたかったら AI プラス BI で、そこのポートの特性インピーダンスのルートですね。それをかければいいということですね。この表現そのものです。で、I を求めたかったら A と B からこのように求めればいいということです。まあ、これ、長さは0の線路を根元につないでいると考えますから、このエクスポネーションの項は1になっているわけですね。で、今度 V と I から A と B を求めたかったらどうすればいいかというと、これ、連立方程式解いてしまえばいいわけです。つまり A について解くと、これら連立させて解くとこうなります。簡単に解けますよね。で、B について解くと V と I からこういうふうに求まるわけです。それによって V と I と A と B の間の変換を自在に行うことが可能です。今度は Z 行列から S 行列に変換する方法について説明します。左は AHB1、ポート1の AHB1 を VHI1 で表現したものです。これはポート2の A2B2 をポート2の V2I2 で表現したものです。一般にポート I ではこういうふうに表現できるわけです。そしてここで AHA2 を V1V2I1I2 で表現します。これとこれをこれとこれで表現できますよね。ということで、行列的に表現するとどうなるかと言いますと、V の方にはこれルート z 分の1で割られていたりしますので、ここで定義するこの行列ですね、対角成分しか値がない、この行列を用いてこういうふうに表現することができます。で、i の方に関しては、まあ、ちょうど、そのルートの特性インピーダンス倍になってますので、この定義の U、これを用いてこのように表現することができます。今度 B についても同様ですね。ここがマイナスになっていることが違うだけです。そして、ここからこの変形では V1、V2 ですね。これイコール Z 倍の I1、I2。これ Z 行列です。という関係を使いますと、このように変形できます。で、これであとは A と B の関係を行列で表現したいだけなので、ちょうど I1I2 が消せそうなので、それを消すわけです。ということで、この B イコールなんとか倍の I1 ですけど、この I を上の式から AB で表現するわけです。左からこれの逆行列をかけて、なんとか倍の A にしてしまうと、それをここに代入するわけですね。ということで、これの逆行列がここに来て、で、B イコールなんとか A。で、中に入っているのは、これらの特性インピーダンスが対角にある行列、V と U と、あと、Z 行列ですね。これがあるだけです。ということで、これは、ここの部分が S 行列になります。で、その、値というのは何かというと、このように、計算すると Z 行列から求まるわけです。もう少しこの S の表現を簡単しているのがここの計算になります。こういう表現になっていますけれども、まあ、2分の1のインバースはまあ2なので、これとこれで消えて、で、これのインバースになりますが、これちょうど単位行列、あえて掛け算しています。まあ、これ単位行列だから掛け算、ここに入れてもいいわけですけども、こうやっておいて、これを左と右に分けて入れてしまっているわけですね。
で、そうすると、ちょうどたまたまですけども、V と U 掛け算すると単位行列になるという性質があります。これ、対角行列だから簡単に確認できますが、そういう性質を持っていますので、これを左に掛け算すると、こうなりますね。で、これ右に入れると、こうなって、ここちょうど U と V 掛け算したら単位行列になります。ということで、このような表現に簡単化できるわけです。今の Z 行列から S 行列を求める表現の別表現についても説明します。ちょうど今求まった表現がこれでした。で、VZV のところを Z ハットとします。そうするとこうなります。まあ、結果としてはこれ、ここの部分とここの部分入れ替えても大丈夫ですよということが出てきます。行列なので一般的にはそういうふうに交換規則が成り立たないんですが、この Z 行列の性質があると成り立つわけです。少し回りくどいかもしれませんが、このように証明できます。Z ハットマイナス i と Z ハットプラス i を掛け算します。行列として。まあ、掛け算してみると、まあ、ちょうど i があるので、まあ、このようになります。ちょうどこれと i とこれとマイナス i で、まあ、z ハットの項は消えるわけですね。で、同様にそれっていうのは、こういうことになります。これを展開してもこれになっているのがわかるかと思います。まあ、つまりこれ交換規則が成り立っているわけですね。こういう表現に関しては。で、これに対して左と右から、これをかけるわけですね。このインバースを。左からかけといて、右からかけてこれを消すと。左から。そうすると、このような関係が成り立つわけです。これに関してもですから、この表現とこの表現を入れ替えた交換規則が成り立っていると。ということで、これはこういうふうにな表現でもあり得るということです。次に S 行列を Z 行列に変換する方法について説明します。これはさっきの式、行列表現を使えば簡単に逆変換していけば簡単にできます。これは Z の表現を S に表現、変換する式でした。これをですから Z イコールという形に直してしまえばいいわけですね。あとは行列の計算をするだけになります。ですからこれ左からこれをかけると、右は右辺はこれになって、左はこれがかけられた形になります。で、あとは Z イコールという形に変形していきたいので、まあ、こっちにも Z があるし、ここにもありますが、まずは展開していきます。で、これ展開するとこうなります。で、次に Z に関係する項を左に持ってきてますね。関係しないのを右に持ってきてます。で、こうなって、ここは VZV が共通ですから、それで繰り出しています。で、そしてこの余計なのをまず右に、つまり左からインバースをかけて、こういうふうに変形しています。あとはこの VZV ですから、V のインバースを左と右からかけてしまえばいいと。で、さっき言ったように V のインバースというのは、この U のことでしたから、U が左と右にかけられている。このように変形することができるわけです。これで S 行列を Z 行列に変換することが可能です。同様に今の表現、別の表現もあります。この部分とこの部分、交換可能なわけですね。まあ、やり方は、先ほどと同様なので、先ほどの Z を S に変換するときの別表現を参考に、見てみてください。今の変換公式が本当に正しいのかどうか、このようにマトラボで確認してみることが可能です。マトラボですと行列の演算が簡単です。このような行列の掛け算とかインバースとか簡単にできますので、このようにして確かめてみてください。電圧、電流に対する Z 行列に対して従属接続をする F 行列があったのと同様に、S 行列、S パラメータに対しても従属接続をするための行列があり、それが T 行列になります。T 行列ではこのようにポート1側のパラメータ A1 と B1 をまとめて左側に、ポート2側の A2 と B2 を右側に書きます。
そして方向を合わせるように、左に行くものを揃えて A と B1 を対応させます。で、この B2 に対しては A1 が対応するようにして、従属接続したときに次に来る行列の反射波入射波の向きが揃うようにしてあります。S 行列が分かっているときに T 行列を求めるには、このように簡単な手続きで求めることができます。こちらが S 行列の定義をそのまま展開したものです。で、あとは文字を並べ替えればいいだけです。ここに B1、A1 が来るように B1、A1 に関する項を全部左に持ってきます。そうすると、このようにこれを並べ替えることで変形できます。あとはこれをこのように行列表現します。そして左から、この余計な項のインバースをかければ、 T 行列がこのように完成します。 T 行列から S 行列に変換するときも同様の手順で文字の並べ替えを行えばいいだけです。まずこのように T 行列の定義を展開した式を書いておいて、あとは S 行列で使う B1、B2、HA2 に揃えるように並べ替えて行列表現し、余計な項のインバースをかけて、このように T 行列の要素で S 行列を書くことができます。このように Z 行列、Y 行列、F 行列、S 行列、T 行列について説明してきました。そしてそれらに対する変換式をいろいろ導いてきました。このように全てがつながっていますので、例えば T を F に変換したかったら、直接変換する式を作ってもいいですが、S に変換して Z に変換して F に変換するなど、これらの全ての行列は全て変換することができます。